生命線狙うね。はい、皆さん、実はですね、このね、旅館というか民宿、はい、泊まってるんですけれども、なんとね、翔さん寺でね、はい、一緒に、なっていた大学生の男の子、はい、で、その人もですね、もう本当にたまたまここ泊まってるんですよね。はい、で、先ほどね、ちょっといろいろお話をしましてですね、で、お互いのね、荷物、いるもの、いらないもの、結構このトレードとかできるんじゃないという、そういう話になりましたので、今からね、ちょっとね、突撃隣のお遍路さんというのをね、やっていきたいと思います。ではね、行っていきたいと思います。ちょっとね、ここ僕の部屋の出口なんですけれども、はい、ちょっとマップになりますね。はい、こちら。これね、旅館なんですけども、実はね、この向かいなんですよ。ということで、ちょっとお邪魔します。すいませんね、突然押しかけて。緊張するな、こんな。ちょっと一応紹介だけしておきます。21歳でしたっけ？あ、22です。あ、22になった。で、大学生のお名前は伊藤です。伊藤さん、平凡ですよね。確かにめっちゃ平凡だな。いや、本当に、なんか、翔さん寺から、結構ね。そうですね。昨日は会わなかった。ですよね。昨日は会わなかったですね、一日。どうかしんないですけど。だから、二日ぶりに今日会ったみたいな感じですね、ある意味ね。そう。結構面白いんですよね。二、うん、日会ったり、一日会わなかったり、次の日会ったり。何なんですかね。みんな、ね、ほぼ同じとこで泊まってるのよ。うん、結構奇跡的な感じで、びっくりしてるんですけど。30キロですからね、限界が。まあね、ちょっとね、僕はですね、そのマットの、敷マットね、エアーマットみたいなのと、あと寝袋なんですけど、彼はテントを持ってるんですよね。テントを持ってると。これもちっちゃ。これテントですか？テント。え、ちょっと 1.2 キロぐらい。え、ちっちゃ。へえ、アウトドアメーカーの。あ、そんなんあるんですね。そう、結構有名、海外だと。え、なんか高そうですね。でもこれいくらするんですか？1万5千円ぐらいだった。ああ、でもそんなもん。え、僕も持ってきたらよかった。1万5千円で宿素泊まりでね、4千円だから。そうっすよね。 3回ぐらいテント使えばもう。へえ、こんな、あ、なるほどね。テントが取れるっていう、こんな感じなんですね。あ、シェルもちっちゃい。おお、これはデカトロ。ああ、ちなみにこれおいくらするんですか？これは多分4千か5千円ぐらい。へえ、じゃあもうこれじゃ耐えられない。これ 10度とかですよ、多分。ああ、リミット10度。リミット10度だ。昨日なんかすごい寒かった。昨日5度とかだったけど。もう寒くて覚えるかと思った。いやー、そっか。いやー、でも、あ、じゃあ本当にこれとこれだけなんだ。そう、これとこれだけ。あ、あとはまあ、あ、マットね。どうぞ。このテント、この3点セット、今まで何回使いました？今は何日目ですか？今5日目か6日目ぐらい。6日目か。6日目、うん、あ、そうだ、大体一緒ですよね。そう、大体一緒ですよね。6日目で何回使いましたこれ？3回です。あ、3回。それは元取られました、結構。あ、じゃあもう、あれですね。だから半分くらいはこれでいってるって。あ、そう、半半。ちょっとね、何を持ってきてるのかをね、僕、いろいろ見てみたいんですけど、その、実際にテントで回ってはる方の、ね、持ち物、すごい気になるんですけど、何がありますか？あれ、え、何ですかこれ？ロープ、これは洗濯物。あー、洗濯物ね。雨とか、お手拭きもらったり。あ、これあれですか？もらったやつ。もらったやつ。あー、これも。え、何ですかこれ？欲しいもんもらったやつ。これ半分僕もらいましょうか？いらない、大丈夫ですか？でもまだ使うかもしれない。あと40。いや、ほら、結構場所取るじゃないですか、これね。場所取るでしょ？5日。はい。半分あればいけるんじゃない？確かに。僕ね、ちょうど紐がないんですよ。あ、紐欲しいですか？紐がね、ちょっと欲しいなと思ってるんですけどね。まあでもね、これね、後で、ちょっとお互いのものをトレードしましょう。これ僕、第一候補。第一候補ね。紐。じゃあ次行きましょう。何がありますか？あと、オートミールも非常食。オートミールね。もうこのまま行くっていう、ね。あ、このまま、自分全然このまま。はい。あと、あれはいいですよ。何ですか？セスキソーダ。セスキソーダ、ちょっと待ってね。何ですかこれ。セスキ炭酸ソーダなんですか、これ。これは重曹みたいな。はい。服洗ったりとか。はい。
まあ、要はそのお洗濯の時にこれを入れるということですよね。あ、そう、あと手洗いする時とか。あ、はいはいはい。洗濯洗剤ではダメなんですか。なんかこれがいいって旅人のイノシシさばいた人に教えてもらって。ああ、そういう知り合いがいるんですね。なるほど。1日目と2日目あれで回ってたんですよ、自分。はい、わらあちっていう。わらあち、これどういうこと。あ、ここに足入れて、はい、ここを親指で。ちょっと一回履いてみてもらっていいですか、ちょっと。でもちょっと作り方が間違えちゃって。うん、あ、これ自分で作ったんですか。あ、自作ですよ、自作。自作すげえ。へえ、こんな感じ。あ、だから本当に縛って、これ足痛いわ。いや、でもこれすごいと思う、こういうの作って。豆潰れちゃっても。いや、なんか、この感じでいくと、なんか、あれですか、こういうのが好きなんですか。その、結構、まあ、何しろサバイバルじゃないですけど。これは旅人に教えてもらった。あ、旅人教えてもらった。え、その旅人は何者なんですか、それ。そう、いろんなその人も、日本全国とか世界回ってて、はい、こういうの履いた方がいいとか。これもそうだし、あ、このセスキソーダも、セスキソーダもその人に教えてもらって、はいはい、持ってった方がいいって、お遍路回るならって、はい、この作り方もその人に教えてもらって、あ、そうか、ネット、あ、ネットかい、ネットわらあち作り方ってやつめっちゃ出てきて、ちょっとこれ僕も挑戦してみようかな、これ、はい、ということで次僕の部屋、はい、来ましたけども、今ね一応僕の中では、はい、そのこれですね、これロープの、まあ、半分とまでは言わない、3分の1くれということと、あとこれ何でしたっけ、わらあち、わらあちはい、ですね、これね、こちらとね、はい、これをまあ一応僕候補で、で僕の荷物どんどん紹介していきましょうか。鈴です。これめっちゃいい音でしょ。お寺で買ったんですよ、これ。で、これをつけることによって、なんかありがたそうじゃないですか。歩いてる時、あれなんか鈴の音聞こえるぞ、みたいな感じで、こう、今朝かぶった人がこうやって歩いてるみたいな。これ、今朝ですね。はい。これね、まあ、今これじゃないですか。でも雨降ったらやばいじゃないですか。でもどうするかって言ったら、この今朝にかけるビニールが一緒に降ってるんですよ。あ、そうなんですか。だから、これね、本当にね、傘になります。それはすごい、はい、便利。で、これは軸です。農協のね、救急セット。そうそう、緊急救急セットでしょ。で、これポンチョ型の雨がっぱでしょ。で、なんかスーパーの袋でしょ。あ、これがあれ、あ、キサ。杉型の、はい。すごい。こういうのあるんですよ。いるかもしれないポリ袋45リッター。すごい、45リッター。なんかでもいるかもしれないでしょ。確かに。部屋から蚊が一瞬でいなくなる。本当に蚊がめっちゃ多い。これマジでこの、まあ、例えばこの部屋とかでプシュってやるじゃないですか。マジでいなくなるんですよ。これすごいんですよ。これは僕野宿の時もこれ使った。これワークマンで買ったんですけど、これ通称網戸ジャケットってやつで、全部蚊を網で覆えるんですよ、これ。ほらこれ衝撃で、僕これで寝てましたよ、外。これじゃ全然蚊に噛まれない。衝撃で、これすごいでしょ。でもなかなかいいでしょ。そうだから、めっちゃ軽いんですよ。すごい、すごいわ、これ。これいいでしょ、これ。これシェラフ、おー、はい、シェラフでしょ。僕やっぱ荷物多いな、これ。すごい、これはい、同業2人で書いてる多分これね、多分雨よけるんですよ、雨よけ。あ、そうなんですか。だからいいなと思って、これもだから機能的にね、本当にいいなと思って、この辺りこうもらった飴ちゃんとかが入ったんで、あ、これ年中一応すごいですね。これね、ちなみに僕ね、はい、自分で作ったそのなんか石のブレスレットみたいなの持ってきてたんですけど、なくして。まだ6日目なくしてもうて。これはまあ農協庁ごついしょ。あ、すごいですね。ごついしょ。食べ物は持ってないですか。あ、食べ物思い出した。食べ物ね、ちょっとね、僕多すぎるんですよ。そんなすごいですね。食べ物は持ってた方がいい。いや、そうそう、大量のカロリーメイト。すごい、めっちゃすごい。大量のカロリーメイト、衝撃で、結構量多いビーフジャーキー。すごい、はい、ビーフジャーキーでしょ。で、小魚ね、はい、すごい。これで終わりです、僕の荷物は。へー、はい、
何かもし欲しいものがあるんやったら。それ食がないですからね、自分は今。それ生命線や。わかりました。じゃあここからちょっと会議しましょうか。はい、会議しましょう。食料が欲しいんですか。食料でこれでもカロリーメイトあげるよ。じゃあちょっと何とかあげるよ。もう、まあ、とりあえずあげるよ。もうあの僕メイプル好きなんですよ。あ、そうなんですか。あとチョコレート、じゃあこれメイプルとチョコレートと、あーもう一個あげるよ。ああ、じゃあ結構生命線狙うね。半分よ。半分やからね。いや、これであと紐ですか。紐あ、そうですね。もう全然生命線じゃない、自分にとって。紐欲しいです、僕。はいはい、ここで、じゃあ、はい、あの後でちょっとこれで行きましょう。はい、これで行きましょうか。これいらん気がしてきたな。わらちは雨の日を。分かった。じゃあもう紐だけもらうよ。紐だけもらうよ。じゃあなんか申し訳ないな。いやいやいや。じゃあまあそんな感じで本当に今日はありがとうございました。はい。